デジモンストーリー最新作がテレビアニメデジモンクロスウォーズとクロスして登場。デジモンストーリースーパークロスウォーズブルー&レッド。俺は工藤大輝。デジタルワールドでシャウトモンたちと旅をしていたある日、不思議なメロディーに導かれて幻のエリアエルエストーゾーンへと飛ばされてしまった。そこで出会ったのは記憶をなくしてしまったデジモンスパーダモン。なんだかこいつをほっとけないんだ。謎の軍団に侵略されているこのゾーンを取り戻すため、俺たちの新たな冒険が始まる。行くぞみんな。デジモンたちをどう戦わせるかがジェネラルの腕の見せ所だ。デジクロ。パーティーのデジモンたちを合体させて超強力な技で敵をなぎ払い。よし、やったぞみんな。倒したデジモンのメロディーを集めてデジラボでリロード。さまざまなデジモンに再生できるぞ。さらにジョグレスアップで別のデジモンの能力を吸収させてパワーアップ。デジフュージョンではデジスコアを使ってデジモン同士を合体、新たなデジモンを生み出せるんだ。おなじみのデジファームでいろいろなグッズを使ってデジモンたちを育成しよう。ん？この音。ホームページにアクセスしてリロードチャレンジに挑戦。2つの物語で広がる世界。再び敵対を始めたキリハの真意は、ネルの身に一体何が起こったのか。異なるエピソードで深まる謎。ブルーとレッド合わせて350種類以上のデジモンが登場。なんとライバル軍との夢のデジクロスが実現。そしてついにスパーダモンの真の力が覚醒する。シャウトモンクロスウォーエース。立ちはだかる侵略軍、果たして本当の敵は一体誰。エルエストーゾーンの平和は俺が取り戻してみせる。デジモンストーリースーパークロスウォーズ3月3日2本同時発売。ブルー、レッド、どっちもほっとけない。初回封入特典、どちらも2種類の特製オリジナル。